サントジャンヌダルクは、カナダ、ケベック州、サグネラック・サンジャン地域の村落自治体。ショーペリボンカ川とノワール川との交流地点にある。1898年、最初の入植者がコペリボンカが子に移住した。そこは、サンタメデド・ペリボンカ村の橋だった。多くの家族が入植者となり、大地を開墾したので、20世紀初頭、の人口はおよそ500人だった。 教区に昇格する以前、近隣の教区の伝道活動が入職者のためになされた。1921年、司教ミシェルト・マラブレックは伝道活動の最初の教区司祭としてダマス・ブーランジェを任命した。ブーランジェは後に教会建設の担当となった。1921年終わりに教会が開かれた。1934年3月20日、火事によって、 サントジャンヌダルクの学校、教会、司祭館が破壊された。教会は再建され1936年に完成した。橋サントジャンヌダルクは屋根付き橋を持つことで知られる。1936年に建設された橋は全長24.6メートル、幅6.27メートル、高さが3.73メートルある。橋はノワール川の上に架かっている。参照元、 スタティスティックカナダ、ありがとうございます。